カップ入りタイプ春雨ヌードルは春雨をスープの中に入れた麺料理の一種である。しばしば熱湯を注いで数分待つだけで完成するインスタント食品としても販売される。スープ春雨や春雨スープなどと呼ばれることもある。春雨ヌードルに使われる春雨は緑豆、じゃがいも、さつまいもなどから採取したデンプンを原料として作られる乾麺である。 一般的な麺の原料としては小麦粉がよく知られているが、小麦粉で作った麺よりも春雨の方がカロリーが低い。なお、ジャスの基準においては、ヌードルは麺類に含まれない。緑豆澱粉を原料とした春雨の 100g あたりのエネルギーは 345kcal ロロであるのに対し、小麦粉を原料としたうどんを乾燥させて作った。 乾麺の 100g あたりのエネルギーは 358kcal ロロ。同じく小麦粉を原料とした中華麺を乾燥させて、作った乾麺の 100g あたりのエネルギーは 369kcal ロロで、ある。さらに、インスタント食品となった時、小麦粉を原料とした麺は、しばしば油で揚げられる。 この油で揚げた乾燥中華麺の 100g あたりのエネルギーは 497kcal である。これに対して、春雨はインスタント食品となっても油で揚げられることはないため、100g あたりのエネルギーは変わらず 345kcal ロロのままである。コンビニエンスストアでは、 競争が激しいカップ麺の棚ではなく、スープの棚に置くことで、インスタント食品のカップハルサメはその地位を確立してきた。それにより、今までカップ麺コーナーに入っていくことに抵抗があった、女性層にも受け入れられたという見解もある。なお、カップハルサメを総称として扱い、フォーやビーフンなどを原材料としたカップのライスヌードルも、その定義に含む場合がある。 インスタントラーメン大研究半世紀にわたる、進化の歴史と次の商品 P31。日経トレンディネット。http コロンスラッシュスラッシュアーカイブドットイズスラッシュ DHF 一般社団法人日本、即席食品工業協会。なるほど豆、知識、即席麺の定義。2012年5月31日閲覧。 abcd 四定食品成分表 tbs がっちりマンデー。即席麺業界に新風を巻き起こす麺、春雨 http。http コロンスラッシュスラッシュ www.tbs.co.jp スラッシュ gacchiri スラッシュアーカイブズスラッシュ20070325スラッシュ 4.html ハット、あの無菌重点スープを生み出した。 明星食品の研究所に行ってきました。ギガジネ、http コロンスラッシュスラッシュ g i g a インエドットネッスラッシュニューススラッシュ20070629明星インタビュー、カップハルサメ史上3年で4.5倍の伸びヘルシー思考の波に乗る。インテージ、http コロンスラッシュスラッシュアーカイブドットイズスラッシュ U8Y7N。ありがとうございます。